中3号に関する情報をお伝えいたします。それでは、現在の雲の様子から見ていきましょう。はい、こちらです。日本のはるか南海上に、渦を巻くような雲の塊があります。こちらですね、こちらが台風23号の雲になります。中心付近には台風の目は発生しておりま、目と見られるような、穴の開いたような構造は見られませんが、真っ白く映るような雲がたくさん含まれておりまして、発達した雨雲が、含まれていることが推定されます。この台風だんだんと北東方向に移動してきています。今後の動きを詳しく見ていきましょう。現在ですね、マリアナ諸島近海にある台風23号なんですが、強い勢力をとなっておりまして、中心付近の気圧は965ヘクトパスカル、最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルとなっております。今後台風はやや発達する見通しになっておりまして、明日6日の15時頃には950ヘクトパスカル、最大風速では40メートルとなる見通しです。そしてさらに北東に移動していって若干弱まってくる予想にはなっているんですが、小笠原諸島の東側を通過する段階でもまだ強い勢力を保ったままといった状況ですね。8日の15時頃には台風としての勢力をだんだん維持できなくなって、次第に温帯低気圧へと変わっていく見通しとなっております。本州付近への直接的な影響はないものと見ているんですが、6日から7日にかけて小笠原諸島の東側を通過していきますので、小笠原諸島では北寄りの風が強くなりそうです。雨も降りますので、雨が降ると傘が差しづらいような状況になる可能性もあります。大雨にはなりませんが、傘が必須、そしてレインコートなどでしっかり雨対策をしていただいた方が良さそうですね。また波は高い状況状態が続きます。高波に注意してマリンレジャーなどは控えるようにしてください。小笠原諸島周辺少し影響が出る恐れありますので、今後も最新の情報を ご確認いただいて安全に、過ごせるようにしていただきたいと思います。海岸へはなるべく近づかないようにしてください。以上、予報センターからお伝えいたしました。